俺だ。何度かここまでたどり着いて、今草むらの中に車を隠してるが、そこらにはレジスタンスの連中も潜んでるんだがな。どうも嫌な予感がする。丸7丸5時になったら強行突破して飛行場へ向かう。援護してくれ。愛してるぜベイビー。待ち伏せがあると見てるんだ。情報によれば、最終目標の飛行場にはレジスタンス別動隊がすでに潜伏し、バートレットの到着を待っている。飛行場に至るルート上には数箇所の検問と防御陣地があり、強固な阻止が予想される。バートレットの強行突破を火力によって支援するとともに、必要に応じて上空からの情報を与え、飛行場まで導け。潜伏中のレジスタンスの行動開始時刻の変更は不可能だ。到着が予定より遅れた場合、その時点で行動を開始しているレジスタンスは守備隊に鎮圧され、作戦は失敗となる。到着後、レジスタンスがダッシュした輸送機でニカノール首相を連れ、バートレットは脱出を図る。飛行場へのバートレットの到着を決して遅らせるな。こちらハートブレイク1、脱出ツアー開始。上からの引率頼んだぞ。ここからあなたたちの活躍見させてもらうわね。あ、はい、マダム。あの、車には他にどなたが。私謎の女一号よ。前方枝分かれ、道は二つ。近道には激しい攻撃が待ち構え、安全な遠回りは時間がかかる。ムービー、上からの見通しではどっちがよさそうだ。近道の方か。OK、近道を突き切る。あんなところを通るんですか。よく聞かされたわ、ムービー、チョッパー、それに…永瀬、ケイ永瀬です。ブルースリー、師匠閣下は大丈夫か。彼らに撃たれた薬剤から意識を取り戻しかけておられます。あなた、戦闘機もこんな風に飛ばしてたのね。宙返りだけはお断りよ。はいよ、突入するぞ。海、エモをぶっ壊してくれ。それ撃ってきた、撃ってきた。いいぞ、あれでこそ男だ。すごい、抜けちゃったぞ。やろう、大砲だぜ。そんな狙いじゃ航空艇に届かねえぞ。海、潰せ。地上ターゲットの破壊を確認。永瀬、あんな飛び方してて知らねえ。大したやつだ。グリームか、お前のことは次の推薦で実戦機に上げるつもりだったんだ。 ありがとうございます。海軍航空隊のスノー隊員、挨拶が終わりですが、お前人見知りの癖があってな。よく聞いてます隊員、今後ともよろしく。そしてあなたの一番の秘蔵っ子は、ムービーのことは言わずもがなだ。まさにな。隊長、無理しないでください。なあ永瀬、お前お袋みたいだぞ。すごい運転だ。あんなのの連続じゃこっちの寿命が縮めます。一走者来たらば反転しろ。了解した、攻撃する。またあの声を聞いている。無数の無駄口、懐かしい声。すごい腕だ。
そろ次の分かれ道、激しい攻撃の近道か、タイムロスの遠回りか。ラビン、ウェグナの見通しはどっちが良さそうだ？遠回りの方が。オーケー、ここは遠回りだな。地面を吹っ飛ぶ戦闘機みたいな車。なかなかいいわ。かく乱が破壊工作の基本よ。その魅力的な足はしまっててくれ。そんなとこににょっきり出すな。侵入できない。影のような奴らだ。
音で音がかき消されてるうちに急げ。このままでは首相が危ない。無事に脱出させれば問題ない。当たらない栄光弾なんざ綺麗な花火さ。Thank you.
数の上ではこちらが有利なのに。この敵まだ諦めない。倍の数を相手にしてるみたいだ。一瞬たりとも気が抜けない。ベールアウトしやがった。あれはあれで戦闘機乗りの鏡だぜ。